直流起電方式とは、電気鉄道で、鉄道車両に電気を送る方式の一つである。最初の鉄道電化で採用され、今でも使用されている。以下、日本における直流起電方式について解説する。直流起電系統の起電回路のモデル図。A 段路機、B 受電用遮断機、C 変圧機、D 負荷遮断機、E 整流機。 F 世流気保護用直流高速度遮断機、G 起電用直流高速度遮断機、H エアセクション、I 起電分岐線、J 起電区分所、K 起線、L 起電線、M 電車線、トロリー線、N レール。直流起電系統の起電回路は、沿線の変電所に、一般電力網からの特別高圧系統の参照を、交流電力を受電して、暖炉機と受電用遮断機を介して、 清流技用変圧器で1 2 0 0トまで高圧させ、その後に負荷遮断器を経由して、清流器で交流から1 5 0 0トの直流に変換して、直流高速度遮断器を介して、起電線につながり、250メートルごとに起電分岐線で電車線に接続して給電するが、最近では起電線と釣り火線を兼ねた起電釣り合線が使用されている。 電飾対策の理由で、変電所で、電車線側を整レール側を負として起電しており、電車で使用された電流は、レールから起線を経由して、変電所の整流器に戻る。また、変電所の間を並列に接続して、負荷による電圧効果の軽減を図っており、変電所の中間に遮断器などの開閉装置を設けた、起電区分所を設置して、事故や、 保全作業時の起電区分を行う。交流から直流に変換する整流機には、初期は回転変流機や水銀整流機が使用されてきたが、半導体技術の進歩に伴ってシリコンダイオード整流機が使用されている。シリコンダイオード整流機は素子を自家並列に接続しており、直列数は開閉サージなどの過電圧、並列数は 最大負荷電流で決定され、負荷電流や短絡電流に対して十分な大量を持つことが求められている。初期は3小全波整流器の6パルス方式が使用されていたが、高調波低減のため、6パルス方式を直列、または並列に接続して組み合わせた12パルス方式が使用されている。また、シリコンダイオード整流器の冷却は、 沸騰冷却式とヒートパイプ式があり、最近では、地球環境に配慮して冷媒に純水が、使用されている。また、入力側の変圧器の結線には、シリコンダイオード整流器を利用した場合では、6パルス方式では、YY デルタデルタ Y デルタデルタ Y が、使用されているが、12パルス方式では、一方、デルタ Y、もう一方、デルタデルタ結線として、 交流に30度位操作をつけてから整流機に入力される。直流高速度車断機には、整流儀用と起電用があり、前車は正方向と逆方向の電流を検知する、両極性を持っており、後車は一方向きの電流のみを検知する。長編成の電車や、運転時間の短縮などで、変電所の負荷が増大すると、直流高速度車断機だけでは、 起電線を保護することはできず、デルタ I 型故障選択系電気による故障選択装置を併用して、短絡故障時の検知向上を図っている。直流高速度遮断器の種類には、主回路に空気中において接触子と接触棒を使用した高速度気中遮断器と、主回路に真空バルブを使用した高速度真空遮断器の2つがあり、遮断時には、 前者は開け局時に発生したアークを吹き証拠いるの、磁力にを証拠室内に押し出して、アーク調の遠心と冷却効果により、アーク電圧が上昇して電流が遮断され、後者は真空バルブを開け状態にした後に並列に接続されているコンデンサー回路に電流を転流させ、酸化塩非直線抵抗の限り流作用により、電流を遮断する。起電回路は、 回路抵抗が小さいため、短絡や地落事故時での自己電流が大きく、起電回路のインダクタンスによる、過度減少中での電流が小さい時において、回路を遮断しなければならないため、直流高速度遮断機に、電流増加率により自己遮断機能を持たせるともに、電気車の軌道電流や、ノッチ刻みによる、電流変化による電気車電流と、電流変化が、 大きい故障電流とを比べて、故障電流を判別して、起電溶光速度遮断器を作動させる、デルタ I 型故障選択系電機、短絡や地落事故時に、変電所総合を遮断する連絡遮断装置があり、デルタ I 型故障選択系電機の保護範囲は、両変電所の中間点付近までだが、連絡遮断装置と併用することで両変電所間の起電回路をカバーしている。 電圧効果対策としては、変電所を増強して、変電所間隔を短くして、電圧効果を低減する、整流器をサイリスタ整流器にする、シリコン整流器にサイリスタ整流器を組み合わせた、直流器電電圧保証装置を使用して、 変電所の送り出し電圧を上昇させる。気電回路の気電線を太くしたり乗数を増やしたり、気電線を中間に設置されている。気電区分所で上下線の気電線を接続することで、気電線の抵抗を低減させる。負荷が小さい時に、電気エネルギーを貯蔵して負荷が大きい時に、電気エネルギーを放出する。フライホイールと電動発電機を組み合わせた。 フライホイールポストや急速充放電に適している、キャッパポストや、リチウムイオン電池などの二次電池を使用して、電圧効果を保証する方法が取られている。交流起電方式と比べて電圧が低く、その結果変電所の間隔が狭くなり、そのため数も多くなること、整流器が必要となり設備コストがかかること、負荷電流が大きいため電車線。 起電線を太いものにしなければならないこと、そのため電力損失が大きいなどの問題があるが、車両自体の製造にかかるコストが交流のそれと比べ、安いことから、私鉄、JR をはじめとする各鉄道会社で使用されている。最近の電車は、ブレーキ時において電動機の回転から電力を発生させて、その電力を架線に戻して、 他の電車に消費させる回生ブレーキを採用しているのがほとんどであり、回生電力による回生ブレーキの執行対策や有効利用に対応した直流起電方式が採用されている。シリコン整流器とは別に、サイリスタ整流器を並列に接続して電圧一定制御を行い立行している電車に電力を届きやすくする。 サイリスタインバータを並列に接続して、改正電力を交流に変換して、変圧器を介して電源からの電力とともに駅などの交配負荷に電力を提供する。サイリスタ整流器を PWM 整流器とし、立行時には整流、改正時には逆変換をに行い、変圧器を介して電源からの電力とともに駅などの交配負荷に電力を提供する。 電車線トレイルの間に GTO チョッパと抵抗器を直列に接続したサイリスタチョッパ抵抗により改正電力の吸収を行うなどがある。ありがとうございます。